こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。こんばんは、乃木坂46の弓木奈央です。お願いします。お願いします。今日二人での放送ということになります。そうです。お久しぶりの二人です。そうですね。うん。いつ以来ですか？どういう気持ちですか？え？いやいや。お互い。嬉しい、嬉しいよ。お互い。あ、でも待って、そんなかかってないよ。8月2日から。来てるらしいですよ、メールが。え？ラジオネーム、ツインテール大好き協会会長、うん。今日は、酒井さんでミキさんのカップルラジオの日、うんうん。前回のカップルラジオは8月2日だって。だから、つまり2ヶ月、2ヶ月？ 2 ヶ月経ってますよ。2ヶ月も経ったんだ。じゃあ、お久しぶりのほんと、ね、2人ですよね。そうですね。久しぶりではありますけど。ね、なんかもうさっき質問と質問がぶつかり合って、うん、自己主張がもう塊みたいになってたけど、2人とも引かないから。どういう気持ちなんですか？逆に、一回自分が提示した方がいいと思う。どういう気持ち？いや、いつもと変わんないですよ。なんで？え、なんで？え、なんで？え、だってヒロコさんいつも3人なわけじゃないですか、うんうん、それと心の持ちようは変わるはずじゃないですか普通、うん、動揺もするだろうし不安な気持ちも不安もだって不安な気持ちもあるだろうし、うん、え、俺何喋ったらいいんだろうみたいな気持ちもあるだろうし、あれあるんですか、そういう気持ちちょっと違います、なんかこう心のいや持ってき方いつもそうなんですよ。いつも自分の話。うん、どうですか、この本番に向けての持ってき方、うん、でも。考えるのこれ、沈黙の金曜日に関しては分かんない。うん、いや、今までは、その、ま、ないんですけど、正直。何も考えてもないんですけど。まあ、お二人いたら、もうなんか、なんだろう。ちゃんと、その、三点倒立が、こう、出来上がってるじゃないですか。うんうん、だから、これをもう崩さなければいいだけの話だから、うん、あんまり何も考えずに。行くんですけど、今日は、ちょっと違う。なんかマネージャーさんから、うん、あの、そう聞いて、うん、あ、二人なんだって思った時に、うん、なんか、まず、あ、平子さんと二人になる時と、酒井さんと二人になる時、また違うんですよ。うん。まあ、それはそうだろうね。うん、雰囲気が、うんうん。っていう気持ちです。どういう、あれなの？俺のシフトは、どういうシフト引いてんの？なんだろう。なんか、心置きなく喋れるな。平子さんの時どうなんだよ。違う。平子さんの時も、めっちゃ心置きなく喋るけど、なんか、平子さんの時は妹っていうか、甘えちゃうんですよ、平子さんに。でも、酒井さんには、うん、なんか、甘えないんだなって。なんかわかるよ、そういう感じでやってるなっていうのは、うん。そうなんです。優しいから、うん、どっちも。うん、いい塩梅で。意外と、だから、そこ、チャンネルあるんだ。うん、弓木奈央。うん、チャンネル。ありますね。へえ、ないですか本当に。じゃない。だって、つついあやめっていう女の子いたじゃないですか。まあ、それはちょっと違うよね。だって初めてだし、二、うん、人でやるんだけど。そういう時はどう思いました？緊張？てか、可愛いっていうか。はぁ、はぁ、はぁすぎ。はぁすぎ。はぁすぎ、それは。マジで。はぁすぎ。そうでしょ、私。一回も可愛いとか言われたことないんだけど。いや、可愛い、そんなのさ、もうこんだけだってやってさ、だってさ、メール。目合わないもん。ちゃ、メール来てたね。なんだっけ、うん、何ですか、ラジオネーム、猫にお寿司、弓木さん、酒井さん、こんばんは。突然ですが、来週の10月23日、うん、何の日かお分かりでしょうか。そうです。弓木さんが沈黙の金曜日アシスタントに就任されて4周年。ありがとうございます。弓木さん、これからも金曜日の夜に、そして我々リスナーに明かりを灯してください。嬉しい。4年もやってんの、なんだかんだで4年やってるさ。本当に。可愛いなって思うこともあっても、別にそんな、なんかさ。可愛いなと思うところがあっても。あるある。あるって言う。弓木ちゃんってやっぱ可愛いよ。いやいや、おかしい。毎秒思わないとおかしいんだ、普通は。普通はな。嘘だろ。いや、それです。それやっぱ違うよ。違いはあるじゃん。輝いてるもん、やっぱ。私？まあね。嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。だって、今日だって、朝からお仕事だったんですね。うん、でも、そのメイク、ちゃんと、なんか可愛く見られたいなと思って、うん、ちゃんとお家で直して、全部一回落として、あら。直して、きました。そうよ、やっぱり。
ちょっと疲れてるなっていう時です。もう、それはそれで可愛いし、うんうん、いろんなゆみきちゃんがいるわけだから。は？何をしたんですか？ラジオネーム、群馬のダム。珍しい、ゆみきさんが言うの。酒井さんですが、あやめちゃんとやってる時が一番楽しそうでした。そんなことないって。あやめちゃんが発言するたびに相槌を打ったり、本当に可愛いなと思ってる感じがすごく伝わってきました。相槌を打ったり。相槌は打つ。本当に可愛いなと思っている感じがものすごく伝わってきました。じゃあ打つって相槌を。相槌を打ったり。なんだよ、相槌を打ったりって。打つ、打つよ、それは。私の時、相槌打ってるかな？打つ、打つ。めちゃめちゃ打つって。打ってました。一番打つかもしんない。マジですか？弓木さんなんか一番打つよ。打ってた？打つ、打つ。そっか。いや、でも、だから、その、なんていうの？もう やり慣れてるじゃないですか。そう、つつぎあやめちゃんとはちょっと違うよ、やっぱり。そっか、まあ、年齢も年代も違いますしね。そうね。うん。まあ、安心してできるじゃん、やっぱり。おいや、ほんとほんと。それはほんと、そうだと思うよ。ゆみきさんじゃなきゃ。あ、はぁ、はぁすぎ。はぁすぎなんだけど。やらせようとしてんの、はぁすぎ。ラジオネーム、ラララーギ。そういえば、つついさん会では、つついさんと酒井さんでお互いのことを可愛い、可愛いと言い合っていました。ゆみきさんのいないところでカップルラジオをしています。つついさんもそうだった。可愛い、可愛いと言い合っていました。かわいい、かわいいと言う。はぁ、はぁすぎ。はぁすぎ。はぁすぎって何？マジではぁすぎ。え、なんでえ、待って待って。どういう流れでそうなったんですか？一旦教えてもらって。何でしたっけ？でも、かわいい。え、ま、どっち発信？マジで。え、マジで、つついあやめちゃんの可能性ありません？俺言うかな？え？かわいいね。な、酒井さんってかわいいですよねみたいなこと言われた記憶あるわ。言った？あやめが？あのあやめが？ちょっと待って、俺、ヤバったの言うから、まず。お前さ。え、だから、場合によっちゃ、ヤバタンさん案件ですよ。こっちは。やばい、場合によって。なんでお前、相手を。こっち、経由して、そう、経由していかなきゃいけないんだから。問い詰めてんですよ。なんで、ね、はぁって。場合によっちゃね。そうそう。あ、でもそんなのなんだ。いやいや、だからそれまたちょっと違いますから、それは。へぇ、うん、4年ってすごいね。うん。4年だよ。うん、確かに。ね、でもね、本当に、右往曲折ありましたよね。まあ、聞いてる人は意外とわかんないかもしんないけど、いろいろあったかもね。めっちゃいろいろあったし、うん、なんか、多分5回ぐらいは泣いてますもんね、私多分。そうだね。うん。見せてないところでもあったもんな。うん、泣いてるし、うん、ほんでなんか、ゆみき、もう卒業じゃねみたいな、噂が回った時期もありました。え、ファンの間で？うん。マジで？うん。私が、その、アンダーからそう、選抜入った、うん、初選抜入った時に、あったね。あ、ゆみき初選抜入ったからもうチンキンは卒業だね。ああ、まあまあ、一応アンダーメンバー押す番組で最初始まってるからね。うん。はい、うん、ってなって、うん、私もほんと焦りまくって、うん、マネージャーにめっちゃ確認して、うん、私ってチンキン下ろされます？って、めっちゃ確認して。あ、そう。まだそういう話は出てきてないけど。じゃあ、いずれ出てくんかいっていう。はぁ、うん、めっちゃ確認。不安もあったんだ。ありました。なんか、嬉しい、選抜入るの目標だったから、うん、すっごい嬉しかった反面、うん、待って、ツイッターに、X に、うん、チンキンの公式 X のこの紹介文みたいに、うん、アンダー応援番組って書いてある、うんうん。これって私が、あの、選抜に行ったことって、喜ばしいことじゃないのかな。あ、なるほど。うん。悩みました。あ、でも、スタッフさんは優しい。うん。どこのポジションにいても、応援するよって、うん。多分思ってくれてる。いやいや、みんな思ってますよ。それは、ゆみきさんがどこに。言ってはないけど、多分思ってくれてる。一番応援してるよ、本当に。いや、それ本当思います。でしょ？うん。愛を感じる。あいつだってパチンコ、弓木でパチンコ打ったって。そうそう。初めてパチンコ打ちましたって言ったら。そうなんです。初めてのパチンコが私で打ってくれたらしくって。当たったってよ、しかも。そう。結構出た。7000発ぐらい出たって。え？すごいことだから、それは。本当に。愛だ。
愛ですよ。皆さん愛に溢れてますよ、この番組は。だって本当にどんな疲れてても、このスタジオ来たら、すごい嬉しくなっちゃうし、うん、このスタジオにさっき一人ぼっち、酒井さんに先に入ったから、一人ぼっちでいたんですけど、何回 もあそこの前、前室、ブース、前室に戻ろうかなって何回も思いました。うん、戻っちゃったとか言って入っちゃうとか何回も思いました。愛に溢れてるんですよ、これ。だから皆さん。うん、帰ってきたなって、あ、金曜日来たなって感じするでしょ、いつも。うん、めっちゃ思います。迎えてくれてるんだから。嬉しい。でもさ、意外とさ、うん、それこそ4年振り返ってみてさ、うん、1回かな ?2 回ぐらいさ、終わってからちょっとだけここで、なんか、ちょっと食べるみたいなのあったじゃん。ありましたね。エビナさんがいろいろ、デパ地下とかで買ってきた。ピッツァとか。ピッツァとかさ。うん、あとケーキも。ケーキもあったし。あれ何の時だか忘れちゃったけど。誕生日なんだっけ、え、酒井あ、じゃあ1年前だ。ご自身だ。ちょうど1年前ぐらい。そうだ。そっか。でも、さ、酒井さんさ、帰るの早くなかったですか？いや、俺は違うのよ。え？なんか、もっとわーってなって、まあ、姫なわけじゃないですか、あなた。この番組。まあまあまあ。楽しんでくれるかなって、俺もこう俯瞰で見てたわけ。弓木さんの動向。なんか早く帰りたい雰囲気すっごい感じて。嘘でしょ？うん、なんか。思ってない。みんなでワイ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 って、楽しんでもうこんな時間かよみたいになると思ったの、俺。なんか意外となんかおじさんたちのさ、ちょっと会話とかさ、いなしてなんか、ねえ、とか、なんかそんな感じで、え？違う違う。あ、そういう感じなんだ、こう。違う違う。あのね、これ言わせていただくと、打ち上げとか。覚えてる？あの覚えてます、もちろん。うっすら。なんか、その、なんて、打ち上げとか、その、共演者の皆さんと、ご飯、みたいな、ちょっと、物食べるみたいなの、初めてだったんですよ、多分。へぇー。で、初めてで、なんか、どういう感じで、こう。ムーブが分かんなかったんだ。ムーブが分かんなかった。え、多分初めてですよね。そっか、そういうのもあったかもね。まあ確かにコロナ加入だったし、そういうのがなくなって加入したから、本当になくて、事務所の人とも、まあ本当に落ち着いてからじゃないと、やっぱみんなね、安心安全を目論見てるから、こうやってるんですね。すっごい帰りたそうに感じた、俺は。そう。だから、本当にどうしたらいいか分かんなくて、どのぐらい私がぶち上がっていいのか、なんか、静まった方がいいのか。ぶち上げて欲しかった。だから、めっちゃ皆さんを観察してたんですよ。酒井さんがどの塩梅で来るかをめっちゃ探ってたら、めっちゃ帰りたそうじゃないみたいな。マジでこれ。お互い探ってたんだ。はい、俺も弓木ちゃんがどんな感じかなと思って、こういうのあんまないしなと思って見てたら。平子さんもめっちゃ探って、平子さんってどうなんだろう、どうだった好きかな。平子さんは、なんかマジでポーカーフェイスじゃないですか。だから、わかんないんですよ。みんながじゃあ探ってたんだな。だから、探り合いで、そのまま終わっちゃったんだね。ぶち上げられんの？いや、嬉しかったから、私としてはもう一回ご飯食べようって言ってほしかったんです。ってことは、つまり、いや、来週まさに、僕誕生日近いですよ。それあるよ。ワンチャンス。あり25。そっか、じゃあさ、間違えちゃった。そっか。いや、じゃあさ、帰りたそう。来週。11月10日ぐらいにしますね。ほら、ほら、出たよ。なんで？だめ。ちぃちゃん、来週は、ちょっとなんか、ね。これやんないパターンです。大丈夫です。皆さん。違う違う。用意しなくて大丈夫ですかね、皆さん。食事とかケーキとか大丈夫です。いらないですから。でも、違う。11月にはやりたい。やんないから。そういう時って絶対やんないから大丈夫。逆に、平子さんの誕生日。12月？うん。だやんないって。やりたい。絶対やんない。やんない。クリスマスも兼ねて。クリスマスパーティーするの？うん。一緒にお水飲みます今。一回飲もう。まあまあ、その辺、もう一回やる？年末だし。忙しいよ。結構、この番組に関してもいろいろと、スケジュール大変っていう話今。え？いや、いろいろあんのよ。そっか。年末忙しいんだから、もう、ゆみきさんだってなんだって。いやいやいや。もうさ、二人がさ。
二人がさ。いやいや、マジで。マジで。だからその辺行けなかったらまた来年とかってなって、うん、2月のゆみきちゃんのとかってなって、意外とそれも流れ て。でも去年よりもレギュラー増えましたよね、酒井さんって多分。酒井さん自身の。まあまあまあ。そうね。ほら。飛躍してんですよ。だから何？いや、私ね、自分で言うのもあれですけど、うん、結構、運、いいと思うんですよ。え？一緒にいると。もらってるの？俺、ゆみきちゃんから、はい。え、多分。過去、事例ある？過去？あ、え、ないかな？え、俺、初？初！アルビンさん増えたりと。ゆみきチルドレン。初。初。え、でも、結構、お母さんが言ってたんですよ。なおちゃんみたいな。あんたすごいかもよ。感じで言われて。確かに。でも、自分自身も、多分、アルビーさんとか、チンキンのおかげで、めっちゃ運気上がってる気がするんですよ。やりたい仕事ことごとくやってるから。マジで？はい。なんか持ってんのかな？持ってんのかな？感じる？そういうスピリチュアルな、なんかそういうパワー。え、でも、本当に、やりたい仕事は、結構、できてる。夢叶えちゃってる。そのパワーを俺らは少しもらってるんだ、じゃあ。しかも多分、私ももらってるんですよ。お互い？はい。私だけじゃ絶対無理で。うん、でも、多分ここにアシスタントに就任してから、うん、マジでいいことだらけで。すげえ。だから多分、リスナーさんっていうの？っていうんだっけ、この人。あいつら。うん。っていう人も、うん、多分、運気上がってる人いるんじゃないかなって。ちょっと待って、なんかメールテーマ行こうとしてあんまないんだよこの番組メールテーマって あ最高の歌、最高の歌大好き。続いてはななみん乃木坂46で春ジオン。違う、春頃違う違うわ、うん、あれあれまいまい深川まい、そう深川まい、そうそうそう。ラジオネーム、うん、ニラ、うん、運の話がありましたが、ゆみきさんがアシスタントに就任してからというもの、はい、無職生活が楽しくて仕方ありません。ゆみきさんありがとうございますって。あ、でもよかった、楽しめてるなら。うん、うん、無職は楽しめてる、うん。うん。どんな職業であれ楽しむことが一番じゃないですか。本当だよな。うん。ラジオネームミートカーソルを広め。僕はチンキンを聞くまで社会人の友達が一人もできなかったのに、うんうん、聞き始めてから一気に友達がたくさんできました。おー。もちろん数年経った今でも遊んだりしてます。チンキンに関わる皆さん本当にありがとうございます。ほら。みんな上がってんだな。運気上がるかも。うん。ラジオネームラリーンかなっちゃん、うん、僕はゆみきさんがチンキンメンバーになってから金運が上がった気がします。うわー、本当すごい。ラジオネーム大勢、みんなすごいじゃん。ちょうど1年前この番組でゆみきさんたちと電話してから、うん、あ、大勢っていう名前ね、うん、大きな仕事をたくさん任されるようになり、今月昇級しました。ゆみきさん、間違いなく僕の運気はゆみきさんのおかげで上がりました。ね、持ってんだ。え、だってファンの人もいますもん、転職しますって言って、うん、転職決まりましたっていう人めっちゃいる。へー、うん、ラジオにもサンドの飯でフライドチキン、うん、僕はチンキンを聞いてから就職活動がうまくいくようになり、就職浪人になることなく小学生からの夢であった、え、あくびします、違う、小学生からの夢であったアニメーターとして働き、今では小さい頃から見ていた作品や個人的に好きだった作品に次々と関わることができていますって。こいつすげえな。すごすぎ。ゆみきさんありがとうございますって。え？めっちゃすごいじゃないですか。結構すごいなこの人。うん。会ったことある？え？サンドの飯より。いや、ないです。あ、そう。多分。すげえ。え、すごすぎる。あ、みんな運気上がってんだね。やっぱ。やっぱなんか持ってんだよ。うん。うん。嬉しいな、不思議なパワー。私のまあ私友達あんま少ないから、うん、その友達に確認することあんまできないけどえ、運気上がった人いるかな周りに。あれは弟とか。弟どうなの。あ、でも弟もちょっと運気上がってますよ。坂井さんと、うん、あ、この間フットサルやった。そう、フットサルやらせてもらったりとか、うん、めっちゃあの子はお笑い芸人さんとか好きだし、うん、サッカーも大好きだし、うん、すっごい多分大人の人とも酒井さんのことも大好きだから、うん、めっちゃ嬉しそうだったんですよ。めっちゃまた楽しそうにしてたわ。うん、だからめっちゃもう帰ってからもうウキウキで報告してくれたりとかして酒井さんが送ってくれたんで
めっちゃウキウキで、マジで男らしいわ。めっちゃ言ってくれたりしたので。いやでももうちょい、もう一個先の駅で降ろすべきだったな。なんで？いやいや、ちょっと反省してるわ。ちょっといろいろ考え、いやいや。うん。うん、そうなんだ。うん、いろいろあんの。でも本人はもうウキャウキャ。あ、そう。うん。はぁ。もう、やばいわ、マジで。酒井さん、マジいい人。だって、ヤマトから、うん、もうヤマトって言っていいでしょ？いいです。この、姉ちゃんと家遊び行っていいですか？うん、すごいな、これ、ぐいぐい来るねっていう感じ。だってもう、本当に好きなんですよ、多分、酒井さんのことが。うん、だから、もう、お、もうここの、この縁を切りたくないと多分思ってるんだろうなって。もう誘ってもらったみたいな、こんなチャンス一回もないみたいな多分思ってるんだろうなって。いいね、ちょうど戦力としても、おー、みんなそんな上手くないからさ、うんうん、その中で岩本くん上手いから、うん、よかった、エースになれるね。酒井さんだと安心するし、私としても、まあまあまあね、うんうん、なんか変な人とさ、そんなのないけど、うん、変な人と一緒にいるよりかは、うん、なんかいないけどね、うん、酒井さんみたいな酒井さんみたいな私も知ってる人、あ、そうだよね、共通の知ってる人ってあんま いなかったから、うん、そのすごいいいなって安心してお任せできるなんか可愛がれる、がられる要素めちゃくちゃあるね、うん、嬉しい、よかった、本当あると思う。で実際そうでしょ、多分こう、うん、先輩とかにくっついてくるの上手でしょ、うんうんうん、上手ですね、上手そう、めっちゃ。しかもなんかこう天性のものだと思うね、ああいうのって、うん、めっちゃ多分私のおかげだよ、ね、お前のおかげかよ全部じゃん。だって家で私が弟がお家来た時とかに、うん、すごくわがまま言ったりとか、例えばどんなこと言うの、うん、ねえねえって言って、うん、いやまだ座ってるのに、うん、で一回立ち上がってごらんって言って、うん、そのまっすぐ行ったら水あるじゃん、取れる、うん、とか、うわとか、マリー・アントワネットだ言うし、うん、そしたらだよ自分で取れしとか言いながら取ってくれる、かわいい取ってくれるし、で私もじゃあ何もなんかあげるねとか言いながら、次なんかあげるからさとか言って、で私が食べきれなかったご飯とか、うんうん、めっちゃ私ってなんか本当バイキングぐらいいろんな食べ物を頼む日があるんですね。そういう時とかなんか通販で届くじゃん、宅配だ、宅配でたまにご褒美頼むんですよ。あるあるある、そういう時いっぱい頼みたいじゃないですか。わかる。でも食べきれなくて、でもそれは SDGs 的にダメだし、で会った時に弟にお腹多分いっぱいだろうに、ねえねえって言って、多分すっごい欲しいんだよこれ食べそう、食べれそうみたいな言ったら、うん、風呂入ってきてからとか言って借りる、風呂借りていい、じゃあ食べるけど、優しいなそうなんですよ、だからだよ、うん、だから鍛えられてるのかなって。だってサッカー見たんでしょ、オーストラリア戦、うんうん、見ました、一緒に見ました、初めて見たんでしょ、初めて見ました私リアルタイムで。それはきっとダゾーンの独占配信だったはずなんだよあれ、はいはいはい、教えてね、うん、違うけテレビやってないよね、うん、テレビ地上波やってた、あ、じゃあ地上波で見たんだ、うん、俺勝手にダゾーン入ったもんだと思ったわ、弟がその裏、日頃の恨みを、いやでもね、ありえます、全然あります、私に言ってないこといっぱいあると思います。そうだよ、一人にしたら、うん、家一人にしたらやばいよ、うん、そうですよね、だから私なんか弟は、うん、私が賃金から帰ってきた時にたまにいる日がいるんですよ、うん、たまにお家来てくれる日があって、うん、そういう時に多分だるがらみしちゃうんですね、にーとか言ってとかのが、ね、それなんか意味わかんない絡みをするんですね、うんうんうん、にーってやってなんどうやんの、なんか顔近づけながら、うん、にーとかやったりするとキモいとか言いながらちょっと避けてくれたりとか、めっちゃ仲いいな、そうですね、そういうの多分 うざいじゃないんですよ正直、姉からそんなことされたら、まあまあまあね、急に踊り出したりとかすると、まあ、急に踊り出すの、はい、どういう時どういう時、普通に朝とか、うん、なんか弟が、うん、朝来てくれた時に、うん、洗面所借りるねって手洗ってる時とかに、うんうん、弟の後ろにさっと現れて、うん、なんかお尻横に振って言ってなんかプリプリとか言ったりするんですね。そしたらなんかキモすぎとか言って言ってくれますね。はー、うん、
そうです、ね、すげえ仲いいな。すごい仲いいんですね。だから多分鍛えられてる年上の扱いというか。ああそうだね、うん、それあるかもね。だから私がその気づかずにその変なこと言っちゃった時とかに、うん、必ずしもなんか別に突っ込んでても言ってないのに突っ込んでくれるし、うん、会話のテンポもすごいいいから。そうだろう、うん、家族だ、社長は家族だし合うだろう、それは、うん、すごい家族だなって感じるし。はあ、鍛えられてんじゃないですか。そうだね、いやそれあるかもね、うん、姉ちゃんに鍛えられてるっていうのは。たまに食器洗いとかもやってくれちゃう時もあるし。ね、立ってっていうの。違う、それはやんないです。なんか私があの後でやろうって思ってて、うん、ちょっと放置してた時に、うん、弟が偶然来てくれて、うん、見つけて。全部偶然来るな。偶然来てくれて、多分来させてもらってるしっていうので多分洗ってくれたりとかします。ほんといい子です。うん、まあ、こんな言えないか。何ですか、過去の彼女とも会ったことあんのかなって。まあでも、あ、いや多分いないと思いますよ。マジで過去だよ。私本当に会ったことなくて。あ、じゃあ隠してんな。いや、いないと思いますよ。いや、それは聞いたことない。言わねえって姉ちゃん。こんなだるがらみするプリプリとかする姉ちゃん。え、これお母さんからも聞いたことないです。お姉ちゃんからも聞いたことないし。いるって、あんなかっこよくてめっちゃいいやつなんだから。弟年の差めっちゃ離れてないんですよ。そんな言い方ないか。ちょっとだけしか離れてないんですよ。その年後のめっちゃ仲いい弟にさえも聞いたことないんです。だから、まあ、まあそういうもんですって。マジでいないんです。まあ、後でわかるが、そのうちわかることだから。こういうのは聞いたことないもん。え、学校でモテてるって話も聞いたことないです。モテるに決まってるだろ、あんなやつ。うんうん、同じ学校だったけど。モテるっちゅうね。いや、これ本当、これ名誉とかじゃなくて、ま、本当です。モテるの、それはお姉ちゃんに入ってこないの、そういう話は。いや本当聞いたことないけどな。言わないし、その彼女ができても言わないと思うよ、多分ああいうタイプの子は。 うるせえし、その彼女に変なだるがらみされても困るし、彼女に立ってとか、そこ歩いて水あるから取ってとか言われたら嫌だろ、それ自分の彼女に。でも、弟のファンの人安心してほしいのが、うん、私がいる限りは大丈夫なんで。マジで安心してください。って強い味方がいるので、皆さんと一緒ですよって。ラジオネーム、うん、ミートカーソラヒロメ。ユミキさんめっちゃ姉の立場使ってるじゃん。ヤマトも大変だな。いやでも本当にそうですね。本当申し訳ない。ラジオネームドッジボールは常にガイア。ユミキ家と兄弟仲良すぎ、うん、ここ数年姉ちゃんと会話した記憶ないんですけど。いやいや、だいたいこんなんだったりするから普通に。そう、うん、え、酒井さんって一人っ子でしたっけ。お姉ちゃんいる。あ、どうですかお姉ちゃんと。まあまあそんなにベタベタしてないね、ユミキちゃんちの兄弟みたいな。あ、でも私一触れもしたことないです、正直。いや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 、そんなわけないじゃん。マジで、あの、たまにいらっしゃるじゃないですか、うん、距離感がすごい近い兄弟もいらっしゃるじゃないですか、うんうん、そっちじゃないです。お、多分みんな変なだけ、ちょっとみんな。全兄弟変なの。全兄弟変です。へー、お姉ちゃんもちょっと変だし、うん、お姉ちゃん旦那さんもちょっと変。旦那さん関係ないだろ。うん、ちょっと変。あの、他の弟は、他の弟あれ言ってるの言ったっけ。言ってないか。誰でしたっけ。あの、ポセイドン。ポセイドン読み気は、あ、母じゃなくて。ポセイドンってなんだ。あの、スポーツやってる。あー、はいはい。は、上から 1,2,3,4,5 番目なんですけど。一番下、一番下の弟です。なんですけど、その子は逆に変っていうか。逆に変、はい、うん、なんていうの、頭良いけど、うん、それ DS しながら音楽聴きながら、うん、宿題しながらテレビ見てるみたいな人なんですよ。そんなことできんの。はい、なのに宿題終わらせちゃうみたいな人なんですよ。賢いし、うん、あと坊ちゃんみたいな喋り方します。なんでなぁ。ゆっくりしてるラジオのヤンキー委員長、はい。ユミキ、うん、俺も兄弟いるけど、うん、彼女とかは隠すもんなの。うん、まあ、こいつも二十歳だもん。いや、これマジで、あのね、安心してほしい、みんなに。これね、ユミキ兄弟ほんと安心してほしい、みんな。ほんとに。じゃあヤマト君は、うん、じゃあモテ、絶対にモテるし、うん、いるかいないか分かんないけど、いたとしたら絶対隠すから、そういうもんなのよ。だって私の休日、私がオフの日とかに弟がいない時に、うん、なんでいないのって、のオフなんだけどって言って、うん、なんで全ての予定を優先してなお優先しないのって言って、
な、え、いや、しょうがないじゃないか、とか言って。しょうがないじゃないか、っていう。俺だって美容院だって行きたいんだわ、って言って。言われて、みたいな。無理すぎ、とか言って。な、無理すぎ。なんであんなこと優先しないのって言って、言いますね、すごい。なおが一番じゃないのって。うわ、そこでもやってんだ、ここでもやるし。いろんなところでやってんだね。違う違う。いろんなところじゃないです。だからそれこそ身内だけ。身内じゃないけど。身内と捉えてんだ、やっぱ。はい、はい。もちろんですよ。スタッフさんも気抜かないでくださいね。身内ですから。全員一番ですからね。うん、全員一番です。身内の一番じゃなきゃダメですからね。はい、皆さん。皆さん、気抜かないでください。ラジオネーム、群馬のダム、うん。うちの姉ちゃんの、俺の顔、うちの姉ちゃん、俺の顔を見たら、舌打ちするし、会うたびに、貸した210万返せよ、と怒ってきます。俺も、ゆみきちゃんみたいな優しいように、お姉ちゃん欲しいです。210万そんな機会あります？そんな借金してんだよ。結構、でもお姉ちゃん優しいですね。その、弟のこと信頼して、こう、貸してあげてるわけですから。まあまあ肉汁も貸すってすごいよね、うん、結構お姉ちゃんもねそんなカツカツだと思うしそんな分かんないけどいくら貸せる大和はいやー私いくらぐちゃぐちゃになっちゃってもう人生いつの間にかこんなニコニコして姉ちゃんの言うこと聞いてたけど実は裏でいろんなギャンブル手出してうわボロボロまずその働けって言いますけど、うん、食事は取んないと元気になれないからスタバカードとかあげちゃう、うん、スタバカードかい、はい、続いては生き物係さんでドラマティックオイディオでしたこの話ですかラジオネームうん、綺麗な汚れや、うん、僕も沈黙の金曜日を聞くようになってから腰痛が治り体が軽くなりました、うん、美樹さんのおかげですかだって私の腰痛かいや全部良くなるねでもそうか、うん、私のおかげかも、うん、プラスに働くんだよね、うん、だからねでもこういうのって言ったら逃げちゃうとかないですかねああ言葉にしたらね、うん、あるかもよそしたらもうこれで終わりかもだから待って嘘でしょみんなの格変でもお互いだからそれこそ補っていくじゃないですけど、うん、そのお互いに支え合うっていう気持ちがあれば、うん、今後もうまくいく気がするんですよ、うん、チンキンファミリーいやいやだから支え合ってるっつってんのだからそう今後もね、うん、だからお互い思い合ってあなるほど、うん、5年目も6年目も、うん、7年目も、うん、お互いがずっと支え合っていくってことはいで目標を持つ何やりたいとか具体的に何やりこの番組に関してもうそうだし個人的私の場合はその初期の頃から思ってたのは、うん、早くアルピーさんに追いつかないとってすごい思っててそうなの、うん、なんか私はアルピーさんとかそのスタッフさん長年やってきたスタッフさんとかに、うん、あの追いつけるような努力じゃないけど温度の度ね温度の度がないからなんて言うんだろうな度量、うん、度量、うん、がないから、うん、こうなんて言うんだもっと頑張って、うん、そのやんなきゃその皆さんにと楽しくおしゃべりできないかもしれないみたいに思ってたんですよ、うんうん、だしあといっぱい賃金で報告したいって、うんこんな嬉しいことができてこんな嬉しいこともできてって報告したいっていう目標があって、うんうん、でファンの人も私に多分ついてきてくれて、うん、すっごい応援してくれたから写真集も出せたし、うん、なんかことごとく夢が叶ったファンの人のおかげでいや本当だよね、うん、写真集出してんだもんそうだって大ヒットだもんね番組さんとかに、うん、呼んでもらえるのも、うん、チンキン聞きましたみたいな、うん、その台本の中にそのチンキンで話したこととか書いてあったりとかすることもすごい多いのでプロフィールとかにもなってるんだじゃあこの番組自体が、うん、多分それありがたいねうんだし、うん、カメラマンさんとか全然多分なんか私のこと知ってるぐらいのカメラマンさんとか、うん、MV 撮ってくださる方と監督さんとか、うん、チンキン聞いてるから知ってるみたいなチンキン聞いてるよとかすごいめっちゃ言ってくれるしマジはいいいねチンキンが一番好きなラジオなんだよみたいな感じで言ってくれたりとか
ありがたいね、うん、するんですよ。だからそう考えたらやっぱ本当にこの4年目、うん、このラジオのおかげでいろんなことができてるなってめっちゃ思います。うわありがたいね、うん、なんかためになってんだね、うん、だからゆみきちゃんのそう「ラビット!」もそうだし、うん、多分地域 もあるし、うん、その「ラビット!」のスタッフさんと出会って、うん、多分アルピーさんって任せてもらって一緒のロケも初めて夢だった。あそっか、超めっちゃ夢だったんですよ、ロケ行くの「ラビット!」で長島アスパランド、はい、一緒に行かせてもらったりとか、うんうん、そういうのも多分アルピーさんがいたからだし、全部つながってんだな。そう思います。多分すげえな、うん、叶ってるし、うん、めっちゃ叶ってます。うん、なんかみんなだから、うん、人気も上昇してるわけだ。だからみんな、うん、なんかやみつきちゃんってあったじゃないですか。あったね、その昔。もう終わってんのやみつきちゃん。はい、2年ぐらいやらせてもらった DTV さんでやらせていただいたやつが、うんうん、あ、光 TV さんでやらせていただいたやつが、うん、の時のスタッフさんにももう全然会えてないんですけど、うん、会いたいですもん。やっぱ初期の頃から私のことをなんか見出してくれて、うん、いけるよゆみきちゃんはって言ってくれた人は私は忘れないなってめっちゃ思います。でもそれはゆみきちゃんが思ったように、うん、今もう見てるこっち側スタッフさん見たら分かるけど、うん、え、見出したのうちなんだけど何それ。違う違う、いやいや待って、おのおのの仕事に向かってるだけ。今お前で私が一番で会ってほしいみたいに言うけど、うん、え、うちらだってそうだしってなってる。違う、もうジジイたち。違う違う、みんなおのおのの仕事に向かってるだけ。本当にみんなおのおのの仕事にこう向かってるだけ。何も思ってなかった多分。本当にびっくりするぐらい。ラジオネーム、うん、牛乳ボーイ。え、ゆみき卒業すんの。違う、4年目だから。語ってる。4年目だから節目、ね、そう節目だから来週だから、それ節目は。あ、そっか、来週なんだ。来週その話すればいいんだ。なんだ、フライングしちゃった。まだフライングしてるから。来週も同じ話する。平子さん言ってる。ラジオネーム魔法の言葉うんばぶ。うわ、俺も姉ちゃんに金借りてること思い出したわ。まあいいか、ダメだよ、それで身体失っちゃうんだから。家族でも姉ちゃんに金借りんの無理だな。俺、私も無理だ。やっぱ強いね、姉ちゃん。俺も姉ちゃんね、やっぱなんか言えない感じあるわ。え、なんでですか。やっぱ強いよ、お姉ちゃんって。まあ兄弟の上ってさ、逆らえない。逆らえないと思う。おお、 なんか昔の名残とかあんのかな。なんなんですかね。え、でも多分どっかしらで尊敬してくれてるところがあって、うん、まあ、ライブとかも見に来てくれるので、ね、ライブ見るたんびに俺はもっとお姉ちゃんを支えないといけないと思ったとか言ってくれるから。同じ業種だもんね、うん、それすごいよね。でも他の男性、あの私のね、あの兄弟ね、うん、弟もポセイドン、ポセイドンもそう言ってくれるし、うん、言ってんだっけ、スポーツって言ったっけ。あ、水球言いました。あ、水球ね、うん、水球のポセイドン、ユミキの方、ね、ポセイドンって恐竜かと思いました。恐竜の名前かと思って。水の神様、うん、ポセイドンジャパンの。そうなんだ、うん、いや水球やってる子もそう言ってくれるし、うん、とっても見に来てポセイドン会いたいわ。ポセイドンが一番会いたい。俺がじゃあさ、うん、草水球やったらさ、誘ってもいい。何ですか草水球。草野球的。陸で水球やん。ハンドボールじゃないですか。ポセイドン来るって言ってさ。ポセイドン。でも来るんじゃないですか。今結構遠く離れた地にいますけど。あ、本当。うん。まあまあそこそこなんだよね。うん。確かね。頑張ってます。うん、しかも頭がいいから大学も頑張ってます。あ、本当。うん、すげえな。妹二人もポセイドンです。うん、しかもまあまあそこそこ、まあまあ頑張ってます。肩すごい。あ、すごいです。すごいよね、うん、怒り肩っていうんですか、うんうん、やっぱね、私に服欲しいっておねだりしてくれたりするんですけど、あ、うんうん、げてもやっぱ肩幅がマジで合わない。過酷だもんね、あのスポーツだ、うん、見に行ったことあるの。あります、何回も水球応援したし。マジで見たことあります。すごいっしょ。すごい過失。もうスタンドの話いいの別に。そっちじゃねえんだって。すごい蒸気で、うん、ああいうプールのアリーナってすごい蒸気なの分かる、ね、ちょっと気持ち悪くなるぐらい、うん、本当に蒸気する。びっくりして。本当そっちいいんだってこっち側じゃない。こっちの話してよ。いや結構すごかったですよ。すごかったでしょ。もう白熱して、一瞬やっぱ動きがすごい素早いから、うん、球の
勢いも素早いから、うん、妹が今どこにいるのかもう一瞬見失ったりとかもするし、うんうん、妹弟が、うん、やっぱり弟とか妹の分白熱して応援できるし、うん、頑張れとかあるの、あちょっと恥ずかしいけど、ちょっと小声でイスとかイヒヒとかは言います。へ、うん、他の親御さんとかもいらっしゃるんで、まただってそういう時のさ、うん、妹とか弟かっこよくない、うん、かっこいい、その家で見せる感じじゃないじゃん、めっちゃかっこいい、ね、私にファンサとかしてくれたら、なんかあのプール脇とかで私のこと見つけて、うん、なんか小さく手振ってくれたりとかすると、うん、ファンサもらっちゃったみたいなそうなりますね。はあ、かわいい。それじゃあさ、うん、え水球って何人でしたっけ、5人6人何人でしたっけ、結構5人6人ぐらいじゃない、確か5人6人ぐらい。兄弟でチーム作れんの、ゆきちゃんの。ギリ作れんの。何人だっけ、何人、7人、あ、でもそのみんながやってたら、もしやってたら作れますね。でも弓木家のチーム、うん、7人、あ、ギリですね、ちょうどいけるわ、水球。でもお母さんもめっちゃ泳ぎうまいんですよ、まあペーパーですけどペーパーですけど今日ないだろでもいけるんです、泳げるんです、お父さんも泳げるし、マジで全員ゆみきちゃんのさ、そうまあ、控えにお父さんお母さんいるとして、全員水着で、うん、その草水球チームで、うん、俺はチャンサーか水球クラブ作って絶対強いやん絶対グリーンピースさん来るじゃんおちゃんさん来るじゃん、草水球って面白い。ラジオネーム辰野落とし子、うん、京都によく出張で行くのですが、どの川に行けばポセイドン出没しますかすごいな。ラジオネーム初犯を持ちつき、お姉ちゃん2人いるけどマジ強すぎて一回も逆らったことないです。そうなんだ、え、うん、それって妹からしてもそうなんですかね。そうじゃない、より強い可能性あるよね。あ、でもまあそっか、すげえ仲いいパターンあるもんね、姉妹だとね。私多分妹はなんか電話、妹も地方にいるんで、うん、その実家帰った時とかにお母さんの電話でテレビ電話とかするんですけど、うんうんうん、お母さんは妹と喋りたいんですよ、うん、でも私が一番だと思ってほしいから、うん、妹に、うん、ねえねえ、なになにちゃんみたいな、うん、え、なお帰ってきたんだけどどう思うみたいな感じ妹にまで言って、それで妹が帰ってきてるのみたいな、やってくれてるよ、ねえねえちゃん帰りたかったみたいな、会いたかったみたいな、え、ほんまみたいな、一番好きみたいなえ、もうなおちゃんが一番好きありがとう、もう来ていいよいいな、全員にやりますね。そういうくらい仲いい姉妹にうちもなってほしいわ、うん、あれすげえいいわ、そういうのなりそうですよね。でもまあまあ仲いい、全然今はね、うん、まだ小さいからあれだね、めっちゃ見てみたい。今日なんかさ、うん、ママから LINE 来て、奥さんから LINE 来て、うん、音声送られてきたの、うん、あのムーちゃんがさ、はいはい、その2歳ぐらい、2歳3歳までお腹の中の記憶があるとかって言うじゃん、うん、お腹の中の話してんだよ。すごい、水がチャプチャプってやってお腹キクキクしたよねとかって言って話してんのよ。本当に本当にあるんだ、すげーと思って。本当にあるんだ、本当にあるんだって。やっぱじゃあもう来年とかには覚えてない可能性もあるんですよね。あるある、うん、うわ、貴重貴重。そういうのマジで録音しといた方がいいですよ。録音しといた、将来のね、なんか友達、マジでマジで、うん、もう出るとこ出ましょう。パパもいたって、パパもいた、俺もいたんだって、その中で。だからあやふやにはなってんだけど、そはっきりと言葉にもまだできないから、うん、それはびっくりすぎと思って、うん、パパもお腹の中で遊んでたよねーって、うん、パパ潜り込みすぎと思って、潜り込みすぎてそこまで行ってないけど、うんうん、へえ、すごいなと思った。そうなんだ、うん、もうない、さすがに。いや、さすがにないし、もう幼少期の記憶なんてもう全然ないし、なんかあの女の子同士って、女の子同士ですよね。うん、で何歳差でしたっけ。1。あ、え、これね、ちょっとやっぱ嫉妬とか、もし学校一緒だったら芽生えちゃう可能性も今もあんのよ、ムーちゃん。ですよね、すっげえあんのよ。うん、それね、あります。お姉ちゃんですよね、しかも大体嫉妬するのね。私もなんですよ。でも二十歳超えたり大学とかになってくると、うん、文化祭来ていいよって急に言い出したりとかするので、多分なんかさ、うん、俺が二人が食べられるお米のお菓子があって、うん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 、でむーちゃんが寄ってきたからさ、
むーちゃんに食べさせて、はい、あ、はい、あげるとか言って、うん、あれ紬来ないなと思って、それそこにいんのにと思ってたら、うん、むーちゃん足で押さえてうわー、始まってんだこういうの、うん、始まってる曲いきましょう。続いてはファイビーさんで UFO。 さあ生放送でお送りしております沈黙の金曜日、この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲストは涙世界のどこかで今をリリースしたトーマローズさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オラボエラノイチェース、愛と筋肉のハイブリッド、トーマローズです。トーマローズさん、よろしくお願いします。もういい香りが、もうね、本当に入ってきたところから、ね、すっごいいい香り、フェロモンの。エロすぎますって、これ。何これ。もう出ちゃってます？出ちゃってるよ、これ。抑えきれてないのか。今までないよ、このエロい匂いが。本当に、フェロモンエグい。いつも自分からフェロモンなんですって言うことあるけど、他人からフェロモンですかって聞かれて、初めてです。イランイランの香りがもう、すごいですよね。ありがとうございます。めっちゃ癒される。さあ、ローズさん、はい、1993年4月の16日生まれ、31歳でございます、うん、ブラジル出身なんですよね。そうなんです、はい、生まれがブラジル、生まれがブラジルで出身が静岡っていうことになる、うん、あ、そうなんですか。はい、そうです。じゃあオラって感じ。オラって感じ。オラオラトゥドベイン、トゥドベインって感じ、はい、そうです。何歳ぐらいまで行ったんですか。5歳までいて、そこから日本に来て、ずっと静岡で育ってます。はい、ブラジルのどこなんですか。生まれブラジルのサンパウロのサントスっていう。サントスじゃん、はい、あのロビーニョとかいた。そうです、有名なサッカーチームクラブがあって、それこそペレとかネイマールもプレイしたことある。そうだわ。そうです、有名な、はい、日本人街みたいなのあるんですよね、サンパウロって。日本人、あります、あります。日系人の方結構多いですもんね、はい、あります。リベラジ通りっていう、うん、もうたくさんのこう日系のお店が並ぶ場所があったりします、うん、はい、そっから静岡って。はい、へえ、そうなんです。静岡結構多いんですよ、意外と。あ、はい、そうですね、浜松とかね、はい、あっちの方とか、ね、そうなんです。浜松から、ま、愛知県の名古屋にかけて、うん、すごくたくさん外国籍の方が住んでますね。へえ、はい、でどの辺なんですか。静岡の。僕は浜松の方です。浜松湖西市っていう。あ、湖西市一番端っこの。端っこの、はい、はあ、そうなんです。そして17歳でモデルとして芸能活動をスタートさせました、うん、はい、これはもう何すか、うん、スカウトみたいなやつ。自分で送りました。あ、そうなんですか。やっぱブラジルとかの人はやっぱりね、はい、うん、もうずっととも憧れというか、その芸能界がちっちゃい時から、でもう結構何度か送ってたんですけど、あの、まあ、受かってはいたんですけど、やっぱちっちゃいと来れないじゃないですか、東京とかに、静岡からとか。で高校から本格的に活動させてもらってたって感じですね。はい、芸歴でいうと何年なの。10なので何年になるだろう。13、4年目ですね。はい、順風満帆な生活ではなかった。そうですね、順風満帆。波乱万丈やってる。フリカンペ出たじゃん。そうですね、引き出そうとしてるじゃん。いい質問してくれました、ありがとうございます。どうですかって。そうですね、まあ、でも日本に来た時に本当にそれこそ、まあ、日本語も喋れなかったし、うん、まあ、まだその自分の住んだ地域はもう外国籍の方もすごい少なかったんですよ、うん、でやっぱりそのまあ見た目の違いとか、うん、そういうのでやっぱこう仲間外れにされたりとか、うん、まあ、いじめみたいなのがあったりして、うん、で唯一の友達がテレビだったんですよ、うん、でそれでやっぱりテレビに出てくる芸能の方々を見て、うん、自分もああいう風になれば友達もできるし認めてもらえるんじゃないかっていうのがきっかけで芸能界を目指すようになったんですけどね。何が一番ハマったんですか、テレビ一番見てたやつ。もうめっちゃ歌番組めっちゃ見てました。あ、そうなんすか。それで歌をやりたくて。はい、一番聴いてたの誰ですか。めっちゃスマップ。うわ、だからもうユニットがずっとやりたかったんです僕は。あ、はい、でデビューユニットだったんですけど、うん、2年で解散しました。みんな外国籍のだけで作ったユニットだったんですけど、うん、みんな国変えちゃって、うん、あ、そう、そう、僕だけが。そう、塩梅がありますよね。そうなんですよ。誰が好きでしょう、そのメンバー。いや、それはもうずっとキムザク憧れてましたよね。歌かっこいいもんね、歌もね、うん、慎吾さんのハッピー感も好き。あ、いいっすね。曲何が好きなんですか。世界に一つだけ花です。おはい、もう何度聞いたことか。違う、種を持つだ。そこを歌う人初めて聞きました。そこ好きなんですよ。いいですよね、違う種持つからね、みんな。そうですね、はい。185センチ、高身長でございます。うん、4カ国語操る、クワトロリンガルです。聞いたことない。はい、クワトロリンガル、ポルトガル語、スペイン語。スペイン語。ジャポン。あと英語、日本語。あとイタリア語ちょっと。です。ボナセラトゥッティって感じ。ボナセラトゥッティ。
なんで知ってんですか、ほんで。結構いろいろご挨拶してるんですね。そう。いろんなところでご挨拶してるんですね。挨拶だけは大事だから。そこ日本なんだっていう。4カ国語ってすごいよね。だってクワトロリンガルなんて私聞いたことないですもん。美味しそうもん、ね、チーズがねトロッと出てきそうな。蜂蜜かけてね。蜂蜜かけて、美味しいよね。20年に1人の女性のパートナーの座をめぐって17人の男性が競い合う婚活サバイバル番組バチェロレッテジャパン、うん、シーズン1に出演してブレイクいたしました。 うわ、華道お花もやるんですか。そうですね、華道も、はい、お花も好きでずっとやってます、はい。それで今日はあのお二人にちょっとバラを実は持ってきたんですけど、受け取ってもらえますか。こんなゲストいなかったですよ、バラ持ってくるゲスト、はい、そう、はい、受け取る。え、ファーストローズっていうこと。ファーストローズ、受け取りますか。受け取ってくれますか。ごめんなさい。あーっと、断られた。まさかの。でもね、トーマローズ、はい、受け取ってますか。そう、でもこれ赤じゃなくてオレンジなんです。あ、そっか。これ友情のローズなんで。その辺の気遣い。気遣い。そうです。受け取りやすい。もちろんです。ありがとうございます。何色でもありがとうございます。うわ、すみません。うわ、素敵な。ありがとうございます。わ、すごい。あとちょっといないんですけど。あ、ひろこさんに渡しておきます。はい、渡しておいてください。うわ、素敵。ひろこさんも喜ぶだろうな。ねえ、喜ぶよ。こんなの準備してくれて。俺もやろっかな。え、なんで無理、やめた方がいい。山崎怜奈、イランイランの香りがついてこないから。怜奈のラジオゲスト呼ばれたイランイラン塗りたくって、ダメバライランイランダメも誰花行こうか。バラは提供しますよ。言ってくれればやってくれます、はい、なんで怜奈さんにモテようとしてるんですか。そして今年3月開催の浜名湖花博 PR 大使務めました、うん、すごいわ。これはどういう影響で花やろうとしたんですか。うちの母がすごく好きで、もうちっちゃい時からもう僕のお家実家がもう本当に一日たりともお花がない日がなくて、もう必ずスーパーの横にこうあったりするお花がありますね。だからよく買い物帰りに寄って必ず一緒にお花選んで、それを生けてそのお花を囲んで食事をするっていうのが、まあうちのだったので、季節に応じた花を生けて、そうです、はい、それでお花がすごい好きになって、そこからずっとやってます。はい、花ある、枯れてる。変えないと。ドライフラワー。ドライフラワーね。ドライフラワーも愛がないとドライフラワーにならないからね。そうなんですか。そうだよ。捨ててないってことでしょ。うん。うん。思い出をちゃんといつまでもいつまでも取っておる、その優しさは素晴らしいと思います。なんて人なの。本当に。バチェロレッテすぎ。バチェロレッテです。これが。さすが。さすが。これはすごい。だな、本当。これはファンの人も嬉しいですね、なんか。そうだね。元気もらえますね、なんかお言葉いただけると。あなたの笑顔が元気、元気をくれます。どうする？どうしようか。やめつけ、もうやめるか、今日もう。今日で。今日を機に。思い切ったな。高校生の時、はい、スーパーの精肉店と地元ホテルでの通訳のアルバイトをしながら、週末になると夜行バスで東京に行き、タレント養成所でレッスンを受けた。これどっからの情報ですか。精肉店でバイトしてましたよ。すごい。すごく。いや、インタビュー頑張り屋さんなんだ。すごい。ありがたい。しんどい時期ありました。ここまで来るにあたって、この芸能活動っていうか。それが、一切しんどさを感じたことはないというか、はい、あ、他の人から見たらもしかしたらもしかしたらかもしれないけど、僕はめちゃくちゃ楽しんでやってました。高校僕も結構忙しい、生徒会長もやってたんですよ、高校の時。で、その芸能界をやる、母との約束があって、大学に行かないと芸能界やらせてもらえないっていう約束だったんで、勉強も頑張って、生徒会長やって、部活はボート部頑張りつつ、自分でバイト代を貯めたバイト代で土日はその東京でレッスンしに来るみたいな高校生活だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。うわ、しんどそうだもんね、それ聞いただけだと、家で寝てたいと思って、家で寝てたいよ、もう最高だから。それも夜行バスの寝心地が良くなってくる、良くなってくる、本当にポジティブなんだ。そう、そうだ、やっぱり人って自分の好きなことをやると本当に幸せになれるんだっていうのは、もうその時に思いましたね。見習わなきゃ。もう本当だよ、こういうマインドめっちゃ大事だと思う、うん、本当に素敵だと思う、うんうん、さあ、じゃあアンケートもたくさん書いていただきました、うん、ゆみきさん、じゃあお願いします。あ、私ですか、うん、
じゃあご本人に答えてもらおうかなと思うんですけど、うんうんうん、はい、最近一番テンションが上がったことは何ですか？これもちょっとお花に関係することなんですけど、うんうん、今年の4月ぐらいに宮古島に行ったんですね。プライベートですか？プライベートですね。で、結構、その、まあ、現地のお花を見に行ったりとか、お花屋さん行ったりとか、農家さんを勝手に訪れたりするんですけど。で、まあ、その、盆栽を育ててる農家さんがいて、その農家さんで、盆栽を買わせていただいて、で、すごくもう、この花捨てるんだけど、もう多分生きてないかもしれないから捨てようと思ってんだよねっていうお花があって、で、なんかもったいないから、ちょっと一回もらっていいですかって、それもらってきたんですよ。で、それを東京に持ってきて、で本当にもう目も何も出てなかったんですけど、うんうん、一生懸命お水やりしてたら咲いたんですよ。3日前ぐらいに。そうで、しかもあのランの仲間メオトランっていう、結構咲かせるの難しいんですよ。しかもあの、ね、熱帯地域じゃないから、それ咲いてくれて、うわ、めちゃくちゃ嬉しかった。すげえ、何それ、はい、だからもう本当大切に大切にこうね育てたからこそ、思いも伝わるって言いますよね、花とかってね。そうなんですよそうなんですよ。で、この愛がこの愛がそうです、お水と愛と、毎日話しかけたからね、お歌歌ったりしてね。マジでやるんですか？マジでやります。へ、本当に大事なんですか、そういうのって？大事ですよ、本当に。そういうの伝わったりします。だって結構そのお花って、早く枯れたりするじゃないですか、結構そういうの悪い気が、自分が悲しんでる時とかちょっと嫌だなと思う時があると結構早く枯れたりするんですよ。そうなんですか。はい、それも全部吸ってくれるんで、えぐい速度で枯れるんですが、観葉植物とかのオーラが漂ってんだよ、はい、だから、私も歌ったりとか愛情を込めたらすごい長持ちします、長持ちするようになるかもね。自分もハッピーになるでしょ、だって。そして確かに、そうそうそう、やってみよう。大事なことかもしれないな、それは。今後やってみよう。でも宮古島までそう、お花を見に行ったりするんですね、します、します。大好き。ちなみに盆栽ってだって今すごい値段したりするじゃないですか、大好きなんですよ、盆栽も。僕ね、すごい変わった子供で、ちっちゃい時から自分のお小遣い全部盆栽とかに使ってたんですよそういうのが好きで、はい、でも枯らせてしまうじゃないですか、で今その自分がやってる新しいアートがあるんですけど、枯れ盆栽っていう、その枯れちゃった盆栽に新たなその命を吹き込むっていうので、プリザーブドフラワー全部生けるっていうアート盆栽を作ってるんですけど、インスタグラムとか載ってるんですか？載ってますね。わあ、見とか、はい、めっちゃ見たい。そうなんですよ。それ、はい、すごい、一回だって枯れたお花でも、はい、こうもう一度早枯れ、切るみたいな、そういうのもありますよね。そう、いや、枯れた花は枯れちゃってるんですけど、ね、それは枯れちゃってるんだけど、枯れちゃったお花はね、そう、でも盆栽はだから違うこの生きる意味を与えることはできたりするの。お花でも枯れてても、ドライフラワーでも違うアレンジを作れば、違う生きる意味を与えることによる、違う美しさ与えられると思ってるので。おもろそう、はい、めちゃくちゃ。え、だっていくらぐらいの硬さ、その宮古は。宮古の盆栽ですか？3、まあでもそんなに3、4万ぐらいの、まだちっちゃい、これから自分です、松です、はい、いいね、盆栽おもろそうって思ってんだよな、ずっと。じゃあ、はい、いやでもめちゃくちゃ。マジですか？はい、より宇宙だ、宇宙、宇宙、宇宙を感じるって、時を感じるって盆栽。そうなんですよ、本当にそうなんですよ、ね、はい、ちょっとじゃあ紹介します。お盆栽始め、盆栽スタート。盆栽屋さん、行きますか？一緒に行きましょう。こんな2人であれだとどうすんだ、レッツ盆栽、はい、うん、チンチクリン直接農家さんに行きましょう盆栽にね行けますから、はい、想像つかない、はい、酒井さんと盆栽、はい、一緒にいる、一緒にローソンと歩いて、はい、じゃあ続いて最近、じゃあそんなローズさんですが、はい、最近恥ずかしかったなどありますか？恥ずかしかったこと。まあ僕特に恥を感じない人間ではあるので、特に恥ずかしかったことないんですけど、はい、でも強いて言うなら、まあ結構あるんです、これは実は。でも、はい、結構そのズボンのチャックが開いてることが多くて、あら、オーマイガー、オーマイガー、 OMG、 そう、やっぱチャックも僕から逃げようとしてるのかなと思うぐらい、いつもYKK が、もうなんか勝手に開いちゃうんですよね。でこの間もなんかすごくそのめちゃ美と恋愛のトークをしてる時に誰も目が合わないんですよ、僕と。あら、恥ずかしいんじゃないですか？そうで、なんかすごい下の方見てるなと思ったら、めっちゃチャック開いてて、めっちゃ愛とはなみたいな、かっこつけて自分から咲かせるもんないよみたいな話をしてる時にめっちゃ開いてて、すごい、あ、ちょっと恥ずかしいかも。それは恥ずかしいわ。え、下ろした覚えないのに開いちゃうんですか？下ろした覚えないんですよ、本当に。ほら自分ほら
そうっていう、っていうのも結構あるなんです。いや気をつけないとこれだけかっこいいもんね。これだけかっこいいとやっぱどこも完璧にしないとさ。いやでも逆にそのこんだけ完璧だとちょっと人間味ある方がちょっととっつきやすかったりするじゃないですか。それでもさ、チャック開いてるじゃないじゃん、そういうのって。いやもう開けといてもいいと思うんですよ。ちょっと抜けの部分とかないですか、その自分のパーソナルの部分で、はい、なんか。抜けですか。ちょっとここは確かにどこかなんか抜けてる部分とか、うんうん、ないと思うんだよね自分では。部屋綺麗、部屋綺麗だろうな絶対。これはだって盆栽も飾ってんだぜ、花も飾ってんの。ささくれはささくれ、ささくれ、ささくれ1個、ささくれ1個ある。ささくれね、ささくれね、切っちゃうんだよね。ほら剪定しちゃうんだって盆栽って。そうしよう。全部じゃん、もう盆栽のとこせ。じゃあちょっと曲いきますか。曲紹介お願いします。あ、はい、決まってますか曲、大丈夫ですか。はい、あお願いします、はい、まあ、それこそ先ほどねあのバチェロレッテの話もあったんですけれども、うん、あの大好きな女性のために作った一曲です、うん、I Fell in Love という曲をぜひ聴いてください。さあ引き続きゆきちゃんアンケートいきますか。はい、アルコ&ピースさんにおすすめしたいものベスト3を教えてください、うん、はい、これすっすごい悩んで、もうなんかもういろいろほらお二人知ってそうだからと思って、確かに絶対知らない何かを紹介したいと思って、うん、今回はブラジルのお菓子、うん、ベスト3。いや嬉しい、うん、嬉しい、うん、はい、まあ、日本で買えるベスト3です。あらいっぱいあるんですけど、ちょっとそれを紹介しようと思って。なかなか食べる機会ないね。そうなんですよ、初めて食べるかも、はい、なんか買ってきた今日。おすげえ、ありがたい、やったー、はい、じゃあまず甘いのとか好きですか？甘いの好きです。本当ですか？好き好き。じゃあ僕、何それ、はい、僕の中のあれですよ。これパソキーニャって言うんですけど。パソキーニャ、パソキーニャです。これはピーナッツを固めたお菓子です。はいはい、ピーナッツの粉と牛乳とちょっとお砂糖みたいな感じでギュッと固めたやつなんですけど。そう。で、ちょっと、まあ甘いんですけど、これこのまま食べれます。うん、かわいい、こうパッケージもさ。かわいい、ピーナッツくんだ、ね。海外のお菓子っていいよね、こういうの。はい、でそうピーナッツ結構好きで、うわそう、あ柔らかいんですね、はい、柔らかい、もう絶対うまいなこれ、これ美味しいですよ。ただあのお水用意して口の中パッサパサになります、うん、マジで。じゃあいただきます。うん、うん、まあ、うまうま、うん、うま、美味しいですよね、うん、だからちょっと日本で言うと、まあ、きな粉、うん、をちょっとギュッと固めたぐらいの感じに近いですけどね、うんうんうん、ちょっと塩っ気もあってそう、ね、日本人好きな感じだねこれ。ピーナッツバターをこうきな、はい、ピーナッツバターときな粉の間みたいな、うん、みたいな感じでしょ、うん、そうで、これもいろんな種類があって、だから塩っ気によったものとかもっと甘いものとか、それぞれの、まあ、硬さもめっちゃ硬いのとかもっと柔らかいのとかあるんだ。そういろいろ種類があるんです。結構これ定番の、これ一番ローザの好きなやつ。僕結構好きですね、はい、うま、甘いやつです。これやべえわ、はい、家にあったら食っちゃうな、食べちゃう、やべえ、はい、これ小さい子も食べれますね、うんうんうん、ちっちゃく大好きで、これね結構バサバサしてるじゃないですか、うん、パソキンニャシャレンジっていうのがあって、これを30秒間で5つ食べられるかどうかっていうのがあるんですけど、うわこれ、はい、むせずに、むせずにおもろ、はい、っていうのがあるんですよ。面白い、はい、結構バサバサして美味しい、はい、え、そして、はい、2個目、うん、まあこれ結構僕の中では2位、1位ぐらいの、ああもうやっぱ甘い、そう甘いものを食べた後は、うん、ちょっとこうね、ちょっとしょっぱいのいきたいんじゃないですか。これはお酒のつまみにめちゃくちゃ合うトロフェウという、まあちょっと、うん、なんだろうな、トロフェウ、そうです、シュラスコ味のちょっと四角いちっちゃい、うん、なんか何に似てるんだろうな、何だろう、今エアリーな感じのね、うん、なんかスナック菓子みたいな、はい、オストットみたいなね、うん、結構だからしょっぱいです、だからお酒のつまみにめちゃくちゃ合う感じのお菓子みたいな、うん、ま、これめっちゃ美味しいでしょ、うん、これうま、はい、味はシュラスコ味です。シュラスコ、はい、ブラジルならではというか、うん、はい、あのお肉切るやつ、そう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 、もううめえ、これこれはもうめちゃくちゃビールとかお酒に合う、うん、なんか日本のお菓子でないんですけど、うん、日本人でも食べれる味ですよね、うん、これは多分お口に合うと思う。え、こういうパッケージ売ってるんですか。こういうパッケージ売ってるんですよ。え、聞こえるかなマイクで、このグラフよ、うんうん、あ、さすが、うん、いいですね、いい音じゃないですか、うん、美しい音が、そう、めちゃくちゃ、うん、最高、このパリパリがめっちゃ美味しい、美味しい、そう、あー、ね、結構あんま食べたことないけど美味しい、ね、ブラジルのお菓子、うんうん、これしかもいろんな、まあ、シュラスコ味とかベーコン味とかいろんな味があるんですけど、うん、食べてみたい、うまいうまいうまい、そう
これ買おう、はい、じゃあちょっと最後いきますね。ちょっとまた甘いのに戻るんですけど、これゴーヤーバダーって言うんですけど、ゴーヤーバダー、はい、グアバ、おグアバね、はい、はい、簡単に言うとグアバの羊羹、はい、グアバの羊羹です。ちょっと想像できないな、はい、グアバの羊羹、グアバってあのちょっと酸っぱい、うん、ちょっと熟すとも結構甘くなる、あんまり多分日本でグアバをそのまま食べることはないんですよね、うんうん、多分ね、そう、な結構もうグアバ味めちゃくちゃします。ブラジルじゃあグアバとかやっぱ アセロラとかさ、やっぱりめっちゃ食べます、ね、アセロラすごい食べるって言いますよね。そう、グアバもそうだし、パッションフルーツとか結構やっぱりこのちょっと酸味の少し強い、はい、パッケージなんかこんにゃくみたいな、なんかもう羊羹だもんな、普通に見た目、うん、ちょっと赤めの羊羹というか、うん、そう、濃いめのね、これ1位、うん、へー、どんな味するの？そう、これはまあこのまま結構食べたりするんですけど、うん、向こうの人ってめちゃくちゃコーヒーが好きなんですよ、はいはいはい、コーヒーのお供によくちょっとこうつまんだり食べたりするやつで、これにねちょっとチーズを重ねる、これすごい甘いんだけど、うん、チーズのちょっと塩っ気とこのグアバの甘みがめちゃくちゃ合うんですよ、うん、ありがとうございます。で結構ねそう、うん、ネバ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 というかそのちょっとこうなんていうんですか、粘り気がある、うん、確かにねっとりしてる、これめちゃめちゃねっとりしてる、うん、そう、これえ全然想像できないわ、いいよ食べて、はい、食べますね、ちょっと食べてみてください、うん、これね、すごく好きで、これでしょ、うん、そう、もう完全羊羹、うん、そう、見た目羊羹、どう、え、どう、甘くて美味しい、美味しいでしょ、うん、嬉しい、なこれ何なんだろう、うん、うん、グアバだ、グアバでしょ、めっちゃグアバ、ドライフルーツ、そう、あーそうだね、うん、分かりやすく言うとドライフルーツだ、ドライフルーツ、確かにちょっとめっちゃうまい、うん、めっちゃ美味しい、そう、これにちょっとね、薄いスライスしたチーズと、またね、これそう、レーズンとチーズとかってああいう相性いいじゃん、うん、私、うん、私これクラッカーとか乗せても絶対美味しい、めえブラジル人ですかそう、定番の食べ方、クラッカーにちょっとチーズとグアバ、うん、羊羹みたいなの乗せて食べるみたいな、へえ、うん、ゴヤバーだって言うんですけどね、へえ、こっちまちま大切に食べたいですね、うん、うん、いっぱいあるからいっぱい食べていいよ、うん、全然、うん、そう、めっちゃ美味しい、食べちゃうぞお前本当に、もうなんかちょっとしたいっぱい食べていいよ、うん、この言い方だよねやっぱな、見習わなきゃ、私も見習わなきゃダメだよ本当に、弟に言わなきゃっていっぱい食べていいよって言わなきゃ美味しいでしょ、うん、めっちゃ美味しい、うまい、嬉しい、美味しそうに食べてくれるの嬉しいな、すごい本当に、そう、コーヒーですねこれ、そうこれね、そうコーヒー合うでしょ、止まんない、これコーヒーちょっと結構ねブラックな感じで食べたらめっちゃ美味しい、向こうの人は結構ね砂糖入れるんですけどね、コーヒー、うん、そうめっちゃ甘くし、甘いのに甘いので食べるんだけど、これはね逆にねちょっとブラックであんま甘くないやつで食べたら美味しいと思います、日本で手に入るんですね、これ入るんですよ、え、どこで買うのか、はい、ブラジルの領事館が五反田にあるんですけど、はい、そこの同じフロアに、そういう輸入品店が買える場所があります、そういうとこじゃないと逆に買えないんです、そういうとこじゃないと買えないんです逆に、はい、で結構もうだから悩んだのも結構いろんなお菓子が置いてあって多分面白いと思います、行ったら一回ちょっとこう番組ロケとかやってるんですか、お初ロケ、初ロケでブラジル領事館行かねえよどう好きなお菓子を買ってさ、いいな、うん、他にもだってあるわけじゃん、おすすめのお菓子、うん、迷ったやついっぱいある、お菓子もあるしお肉もいっぱいあるし、それこそシュラスコのね、うん、向こうのソーセージも美味しいんですよ、いろんなソーセージの種類があったり、これめっちゃもう曲の話聞かなきゃいけないのにもうずっと食べてたよ食べながらでいいよ、肉も美味しいんだって、そのアルゼンチンが南米のお肉って硬いんでしょって言うけど、それがうまいらしいよ、それが美味しいのでしょ、それが美味しいの、だってこれ食ってみたいんだよね、食べてみたい、うん、いいな、めちゃくちゃうまい、曲の話するじゃあ、うん、ちょっとせっかくなんでね、ありがとうございます、しましょうよ、はい、涙世界のどこかで、うん、今、はい、現在発売中のシングルでございます、うん、はい、あ、ポルトガル語バージョンも収録されております、はい、そうなんです、これ訳詞自分で、自分でしました、はい、もともと作詞作曲もしてるんですけど、うん、この楽曲はもともと2000年代に出された曲で、うん、まあ、それのこうリカバーという感じで、うん、まあ、僕にちょっとこういうこの曲どうみたいな感じでプロデューサーの方が持ってきてくれて、うん、でまあ本当にこう一目惚れというか、うん、もうこの曲ぜひ歌わせてくださいっていう逆になって歌ってる曲なんですけど、はい、そうなんです、これ初めて聞いた時どうでした、うん、その曲持ってきてくれた時にもうバシッときたんですか、はい、いやなんて美しい曲なのって、本当に、まあ、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、うん、まあ、やっぱりねこの世界って本当に今いろいろあって、うん、
あの戦争とかいろいろ大変な時期じゃないですか、うん、だから本当に今この世界とかも世の中が必要としている曲、うん、言葉を全部このあの3分間に含まれてるなと思って、うん、もうぜひ自分歌わせていただきたいなと思いました。その時は素敵、はい、涙世界のどこかで今っていうこと、はい、タイトルもね素敵だね、はい、本当にそうなんですよ、 はい、今もね本当にだからもう人事じゃないというか、うん、もう本当に世界のどこかで今戦いの中にいて、うん、誰かのために涙を流していて、うん、いる人がいるっていうこの現実をもしかしたらこの私何か直接的にはできることは少ないけど、うん、でも思い続けることだったり祈り続けることってやっぱりとても重要なことだし、うん、やっぱりまあこの日本から発信する意味合いも僕はあると思ってて、うん、なんか本当にまあ世界というかまあ世の中が必要としてる曲だなっていうふうに思って、はい、それを今ねポルトガル語の訳詞はあるんですけど、うん、これからもスペイン語とか英語とかもあの順序訳詞して、はい、出そうと思ってるので、本当に、ね、そういう思いがちょっとでも日本から世界に、ね、届いてくれたらいいなっていうふうに思いますね、うん、確かに、はい、なんか私もそう思ってても、うん、やっぱ自分ではあんまり歌が上手じゃないからこう発信できないな、うん、でも、うん、でもどうしたらいいんだろうっていう時に、うん、やっぱその思いを一緒に乗せることはできるから、うん、それでねあの私はとっても尊敬します、うん、まあ嬉しい、うん、その本当に思いとその祈り、うん、これだけであの届くんですよ、うん、意外とこれって、うん、あの目に見えるものではないし、うん、あの、ね、通じに出るものでもないけど、うん、でもそれが全てなんですよ、うん、本当に世界の平和ってもう本当に人の微笑み笑顔から生まれるものだと思ってるから、うん、それがねしてるお仕事だと思うから、はい、それができてる仕事だと思うから、一人一人がそう思えばね、うん、素敵な世界になるから、素敵ですもん、本当に素敵ですよ、ねはい、酒井さん悪いぞ悪いぞ本当に素敵、うん、そうだね、うん、そういう考え方って大事だね、やっぱポジティブにね、うん、多いと思う、これライブとかのお客さんの反応とかってどうなんですか、うん、あのすごい、まあ、よかったよって、まあ、すごい浸って聞いてくださるので、まあ、結構ねこうゆっくりなテンポなので、うん、もう本当に浸って聞いていただく曲にはなってるので、うん、まあいろんな各々も本当に涙してくださる方もいらっしゃるし、うん、はい、そうだよな、そうです、ね、結構アップテンポの曲とかもあるんですか、結構多いです、逆に多いんです、はい、あのまあ、ラテンの曲をやることが多いので、なるほど、はい、あのライブとかだとアップテンポの方が多かったりもするんですけど、はい、その中でねこういうまったりした曲も、だってちょっと CM 中聞きましたけど、はい、師匠がいらっしゃるんですよね、先生がね、あ、そうです、あの、うん、僕の歌の先生が、まあ、大黒摩季さんなんですよ、うん、はい、であの、まあ、結構先生はその僕の楽曲提供もしてくれたりとか一緒にコラボもしたりとかもしますし、今のラテン系の人々っていうユニットを一緒に組んでるんですよ、大黒摩季さんとあのオルケスタデラルスっていう、あの日本人であのサルサバンドを組んでる方々がいて、あのグラミー賞にノミネートされてるんですよ彼ら、はい、ノミネートされてるんですか、そうなんですよ、すっげー、はい、結構すごい方々、まあ、だからそのラテンを愛する人たちと一緒にそのユニットを組んでて、摩季さんが、まあ、先頭に立ってやってるっていう、はい、うまいっすかやっぱ、いやそりゃそう、だって大黒摩季ってコンピューターの人って言われてたの、だってそれぐらいだと信じられないですもんね、うん、どうしたらあの高音出るっていうね、うん、もう ね、 あのね先生もね芸歴長くて、うん、それでも未だにあの高音をキー変えずにですよ、うん、歌えるってこれはもう素晴らしいです、うん、すごい 大尊敬します、本当に、本当すか、大尊敬します、はい、すごいんですよ、で僕のさっき実はあの I Fell in Love という曲をね、はい、あの流した、実はコーラスやってるの牧先生なんです、コーラス牧先生、そう、あの別に、ね、いや、なんて申し訳ないから大丈夫です、ね、いいのいいの私がやるからこう言ってても自分でもブーズに入ってきて、でもすごいのがやっぱり、あ、もう、あ、じゃあ何度上で私これ入れるからちょっと合うか見てみてとかっつって、もう自分でどんどんコーラスを重ねていくんですよ、はい、でもそれぐらい共感したところもあるし、うん、なんか私も一緒にやりたいって思わせるような力があるっていうことですよね、ありがとうございます、うん、お花みたいですね、本当に存在が、これもう、はい、ゲストがったところで全裸になってると思う、これやばいぞねえねえ乃木坂って忘れないで、もうスイートピーのような、本当にスイートピーまで来ちゃって、はい、言われたことあるか、ない、スイートピーのようだって、うん、うわ嬉しい、同盟感があるというんですね、花言葉、ね、花言葉、自慢してやろう周りにスイートピーだってよってすごい
ミュージックビデオはこれはどんな感じになってる、はい、いや、この涙のね、ミュージックビデオというものはちゃんと作ったこと、作ってないんですけど、でもファーストテイクっぽくみたいな、一発撮り的な感じのやつは撮ってるんですけど、まあ、とにかく思いを込めて、はい、拝見しました。拝見しました、はい、うん、とっても素敵。 ありがとうございます。そうなんですよ。あ、いいね。あ、なんかこういいです。これもう、うん、もう一本撮り、これ一本カメラですね。はい、もう定点で、定点で撮ってますけど。すげえ。ね、こうやって目の前で見るの恥ずかしいね。確かに、マジマジと見る。マジマジと見るの恥ずかしい、ね。歌詞もちゃんと出てるから、うん、もうよりやっぱ歌詞を感じることもできますし。うんうんうん、表情とかももうめちゃくちゃ伝わってきて、うん、すげえ、うん、まあ、しかも、うん、ここ嬉しいですね。もうシンプルにこの曲を、はい、みんなに届けたいっていう思いが伝わってくるよね。本当にそうなんです、うん、あ、まあ、でも結構そのオリジナルバージョンというか、まあ、結構こうなんていうんですか、うん、歌のめちゃくちゃ上手い方が歌われてて、うん、でやっぱりまあそれでいいじゃんって正直思ったこともあるんですけど、うんうん、でもそうじゃなくて僕が歌うから伝わるものもあると思うし、うん、僕なりのその平和みたいなものをこう乗せようと思って、うん、だから本当にまあ本家というかオリジナルよりもすごくこう優しさだったりとか、うん、なんかこう包まれるようなイメージを持って歌ってます、うん、はい、素晴らしいですよこれは、ね、これは嬉しいです。もっと見て恥ずかしいとは言ったものの、もっと見てほしい。気になった方ぜひ YouTube、 ぜひ本当にトーマローズで検索すれば出てきますね、はい、ぜひ皆さん。トーマローズ涙で、うわ、ジャケ写ですか。ジャケ写ですね。じゃほらか、あら、まあ、はい、あ、そうそう、でこのジャケ写も全部、あ、基本的に僕結構 PV、 自分の MV とか、うん、あのジャケ写も全部自分でプロデュース、はい、カメラマンも編集も全部するんですけど、はい、これアイアン盆栽って僕が今作ってるそのアートなんですけど、これ鉄の葉っぱなんです、はいはいはい、鉄で作った葉っぱなんですけど、これにも意味があって、うん、そのやっぱりその鉄っていうのはね、うん、人を傷つけてしまうものではなくて、こういう美しいものも作れるんだっていう素晴らしい思いを込めて、うん、はい、このジャケ写に込めてます、ね、全てのね、世界の兵器が花に変わればいいのにっていう思いで、うん、撮らせていただきました。になった、うん、それいいな、本当に、うん、なくなればいいのに、うん、こういうアートのやり方なんだ伝え方って、うん、盆栽も始めちゃうし、盆栽始め同じ気持ちにもなっちゃうし、もうローズになりたい、もうローズになりたいいや、私よりも一番影響を受けてるの坂井さんですから、まずはイランイランからちょっと買ってみたい、うん、そうですねさあ、ということで、はい、いろいろとお話聞いてきましたが、はい、そろそろお別れのお時間でございます。あっという間、今後の予定など聞かせてください。はい、11月の4日にですね、パルテノン多摩大ホールというところで、まあ、この配信リリース記念ライブっていうのをやらせていただきます。もう、うん、最小限の編成のバンドでやらせていただくんですけれども、このアコーディオンの佐藤さんという方がいらっしゃって、うん、この方もすごい方で、うん、本当にNHK さんのドラマとかの主題歌を書かれたりとかする方で、この方とパーカッションとあとギターのこの3編成でだけでお届けするというライブになってます。この歌ももちろん歌いますし、結構いろんな世界の歌を歌います、うん、あ、そうなんだ、はい、ラテン、それからシャンソン、うん、あとミュージカルっぽいのも歌えたりもしますし、うん、ぜひ皆さんよかったら、うん、はい、中高生、その多摩市在住の小中高生はご招待で無料で見られるので、嬉しい、はい、それは嬉しい。11月、11月の4日ですね、はい、月曜日になってますので、うん、よかったら皆さんぜひ来てください、うん、トーマローさんの SNS もチェックしてれば、うん、はい、情報はいろいろ、はい、出てきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、いや、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。からね、ね、お菓子から、いやいや、本当にありがとうございます。手元でも楽しかったです。いやいや、こちらこそ本当に楽しかったです、ね、本当ですか、うん、なんか僕のせいで中止ころってくれてないですか、番組の。全然もう大丈夫ですか、この方向性やってた、戸惑ってはいる、こんなゲストいなかったから、本当に戸惑ってはいます。本当、うん、またちょっとラテンバージョンでも来るから、また呼んでくださいラテンバージョンローズでも来るからね。平子さんと交わっ
った時にどうなるかも、どうなるかも見たかったな。うわちょっと一緒にサンバ踊りたかったって言っといてください。サンバ踊ってくれ、あ、言っときます、言っといてくださいね。サンバ踊りに来るから一緒に。ほら嬉しい。そうそう、あのみんなの分の羽の衣装も全部持ってくる。あら入るかな、ここにカーニバルになっちゃうよ、ね、カーニバル。三角スタジオでそうだよ、うん、それであの盆栽は行きましょうね。あ、盆栽ね、ちょっとちょっと盆栽本当にやってみよう。進展、はい、ローさんありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ティアモ、ティアモ。FM Fuji 78.6 and 83.0。 まだローズの香りが、トーマローズの香りと本物のローズの香りがまだ漂ってる。まだ漂ってますね。ずっと食べてますけど、あなたは。はい、すいません。シェラスコア味。美味しくて美味しくて仕方がなくて。ポリ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 。止まらないんです。止まらない。もう美味しい。うん、すごかったですね。本当家 どんな家住んでるんだろうって、うん、びっくりしましたね。ガバの羊羹も置いててくれたから。あ、そうなんですか。そうよ。酒井さんみんなでチビチビチビ。いや美味しかった、これすごい。まだ美味しかった。結構量もあったからさ。あれずっとブースの向こう見てたけど、うん、結構厚めに切ったやつお前のところのマネージャーに切り分けられて、そんな厚さ。食べてるんですか。結構厚かったですよね。食べれるかな。美味しいでしょ。美味しいよね。美味しい美味しい美味しい。ラジオネーム群馬のダム。今日のゲストかっこよすぎませんでしたか。ほらみんなね、スタイルも性格も良くて話も面白くて4カ国語しゃべれて、うん、手土産で花を持ってきてくれるなんて、うん、俺もトーマさん見習って今日からラジオネームを、うん、群馬のダムをローズかっこイランイランの香りにしてモテようと思います。もう逆にモテないだろう、よ長すぎて。サンドリそれで送っとこいよ、本当に。お前見てくださいよ、スタッフさんがこのイケてくれたんだから、もうお花なんでバラをさ、こんな マイクスタンドにイケてくれたんだから、なんか死んだだろう。名パーソナリティが本当にもう、ラジオの頭の中の野菜畑、うん、なんだかトーマローズさんがすごすぎてマジ勉強になったし、めっちゃ面白かったって、うん、面白かった、面白かったね、うん、お話も上手だし。ラジオネーム存在、ゲストさんイケメンすぎて普通なら鼻につくはずなのに、うん、今日はそうならなかった、これが本物か、格の違い見せつけられた。多分直接会ったらまたね違いますよね。ほらね、こなんか説得力っていうんですか、うん、なんて言うんだろう、このなんだろう難しいけど、いや なんていうのちゃんと奥行きあるっていうか。そうなんですよ。そう、なんか花がでかいんじゃない、花やってるっていう、花で一気にこうグンっていった、そうグンっていっちゃう、ただのチャラそうな兄ちゃんと思いきや、思いきや全然そんなことないの、全然チャラそうじゃない、すごいよ、うん、食べてていいよとか言うんだよ、うん、そんなあんなしかもやっぱ緩急ね、なんとかなんとかで食べてていいよ、そなんとかで、あれだよな、ローズって男は本当にあれやばいな。ASMR とかしたらめっちゃ人気なんじゃないですか。食べていいよっていう、ずっとそれだけ。ずっとだから食べてねいいって。全然食べねえな。あ、すごいすごい、いやなんていうの、うん、こういうとこのリスナーとは正反対の人じゃないですか。うん、まあいるんですかね。だからなんだよとかって言うと思ったけど、みんなね大好評。ラジオの小寺にこうた。うん、トーマさんの話とても良かったな、うん、やっぱこうやって毎週チンキン聞けるの最高だな、おー、うん、心が洗われてますよ皆さん、みんな。ラジオネームモラポリー、ローズさん嫉妬心が1ミリも湧かないレベルで完璧な人すぎて大尊敬、わかる、違う世界の人かと思いましたもん、本当だな、うん。ラジオネーム初版お餅つき、バラ渡すって人間としての余裕ありすぎませんか、うん、いやマジで本当だよな、本当に。だってやっぱ実際私だったらこういっぱい考えちゃうから、お花とかあげたてもお家で飾らない人だったらどうしようとか、うんうん、なんか、ちょっと迷惑になっちゃったらどうしようとか思うけど、うん、もらったらそんなの一切やっぱ思わないんだなって思いました、ね、本当だよな、うん、ああいうのってできるのすげえよな、すごい見習わなきゃ。だって花も買いに行って
てさ、うん、わざわざそのオレンジの友情っていうさ花言葉をちゃんと目当てに買いに行ってさ、多分私のその立場とかも考えてくださってるのかなとか、うん、酒井さんも、うん、そうだよ、既婚者だし絶対そう、うん、どこの女からもらったのとか言われたら、うん、もう多分震え上がるだろうからなんかとかも考え多分考えてるんだろうなとか思って、いろいろ考えて、うん、ブラジル領事館のお菓子買ってきてちゃんと買ってきてくれて、忙しいのにそう買ってきたっぽい感じだったしさ、うん、まあいうことだよな。で楽曲に込めた思いももう深いし、本当だね、そりゃその大大物アーティストさんも虜になるよそりゃ。マキだぜ、うん、マキわかる、わかります、もちろんさすがに、さすがにわかるか、もう、うん、ライブ映像とかも拝見したことありますし、ラララ、うん、何がいっぱい好きな曲あるよ、それはあります、はい、っていうのは言っときますよ、もちろんですよ、あとでね、どの曲かは酒井さんだけにこっそり教えることにしますね、はい、はい、モバメ、モバメ、モバメで限定の人に教えます、はい、モバメ限定に私の好きな曲を、うん、今こうそう簡単には言わないですよ、そんな言わないですよ、秘密秘密秘密、うん、言わないよラジオネーム、うん、カトカト、今日卒検受かりました、40歳で取得された酒井さんの凄さを思い知る自動車学校期間でした、おお。前聞いてた、お前ローズの話、おい、バカ、あれアホか、ローズの教訓はあれ酒井さんの凄さじゃねえよバカかい、ローズよりも酒井ローズよりも酒井ほえー、まあでもね、憧れる人は人それぞれですから、そうだな、うん、確かにそうだ、うん、ラジオネーム群馬のダモ、うん、気のせいかもしれませんがだんだんと手土産持ってくるゲスト増えてきました、確かに前もいたもんね、いた、北山さんか、北山さんもそうだし、うん、割とキンキンで誰でしたっけ、いましたよね、持ってきてくれた子、コウさん、あ、コウさんもそうか、うん、うん、いや、これでも持ってくるのをちょっとだけ匂わしてください、だからご飯やり手だな、うん、ちょっと欲しいなって、これだって楽しいですもん、食べながらなんかいや、うん、美味しいし、ほんで発見もあるしね、発見しちゃった、美味しいの、うん、自慢しちゃおう、周りに、すげえな、これ覚えとかないとですね、この、いやでも買えないよ、だってそれトロフでしたっけ、トロフ見して、トロフでしたっけ、あーでもトロフェトロフェシュラスコトロフェサルガディーニョススナックトロフェ1ミリも伝わってないあ、トロフェウです、トロフェウ、うん、あ、トロフェウって言うんだ、トロフェを、うん、覚えとこう、うん、え、てかゲストめっちゃ長かったな、これ、え、なんでなんで、もうだってあと7分数分しかないじゃん、え、あと7分、うん、4分、4分なんで、ローズ、ローズの野郎、あいつしょ、ほらカン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 、うそうそ、お天気、お天気コーナー、はい、関東甲信地方の明日のお天気です。明日の関東甲信地方は日中は関東南部を中心に晴れますが、前線や湿った空気の影響で夜は広く雨が降るでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。明日の午前の降水確率は東京 20%、 山梨 40%、 明日午後の降水確率は東京 30%、 山梨中西部50%、 東部富士五湖 40%、 明日朝の予想最低気温は東京21度、甲府19度、河口湖16度となっています。明日の予想最高気温は東京26度、甲府29度、ね、9度、甲府28度、河口湖25度となっています。あったかいな、明日また半袖引っ張り出さなきゃだよ、うん、みんな、うわ、もうみんなできないですね、この都会機会、クーラーちょっと効かせないとダメなぐらいだよ。ドライとか？ドライで行く、うん？ドライにしてる？私ドライ入れました今日。ドライさすがに入れた方がいいよ、うん。でもなのに今日に限って寒いと思ってニットのワンピースになんか革ジャンとか着て現場行っちゃって、うん、めっちゃ暑くて。明日は気をつけてくださいね。明日は30度近いですね、東京は。ぜひぜひよろしくお願いします。うん、もう終わり？
終わりです。もう終わり本当に、あっちゅう間、あと2分ぐらいしかない。そう、うん、怖い。あっという間すぎました。今日あっという間です。まだ帰りたくないかも。まだ帰りたくない。もうちょっと喋って。明日はみぐり。明日は違います。ガールズアワードに出させていただきます。あれ、ガルアワ。はい、乃木坂としてパフォーマンスをします。どこ行くの？言ってるよな。お、言ってねえのかこれ。言ってるよね。さすがに言ってるだろう。大丈夫だって。大丈夫。怖い。はい、やばい。え、怖い怖い。怖い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 。びっくりした。サプライズとか今そんなないって。大丈夫よ。プラ、もう冷や汗2分か。プライな。どこ、え、どこ行くの？はい、行きます。どっか。だからどこかは皆さんぜひ。それは公表されてるだろう。どこでやるんですか？ガルアワ。ガルアワ。代々木ですよね。東京？あれ違うかな。わかんないね。ガバはほら、ガバが好きだから。ガバ食べてる。で次の日がミーグリです。次の日ミーグリ。はい。まあ、あ、まかりでした。まかりメッセです。行く方は。はい。の方は行くでしょう。お願いします。坂井さんは？なんか。六本木のイベントやりません？あれ見たぞ私。日にちも調べた。なんで？11月6日？え？ 11月6日？でしたっけ？明日、明日でしょ？明日でしたか？明日、明日。明日か。そう、行けないなって思ったんだよな。来ねえだろ。え、マジで行こうと思います。時間も調べて、トークショーの。来ないよ。行こうと思いました。でも楽しそう。赤津さんも出るって。よく知ってるな。うんうん、調べました。来週何くれんの？あ、そうだ、誕生日。それね、どうします？何が欲しいですか？何系？何でもいい。前回は言ってくれたじゃないですか。なんかなんつったっけ俺。なんか T シャツみたいな、服みたいな。ああ、うん、何でもいいよ。何がいいですか？いや、マジでマジで任せる。あ、食べ物を食べる。食べる？パーティーする？パーティー。え、26ですよね、次の日って。25の次だね。なんかあるかな。頼む、なんか入ってくれじゃね。朝だ。早く帰りたいから頼む。最近そういう時あるけど。最近5時出発とかあるんですよ、ね、多いんです。やんないって。そうそうそう、やんないからいいよ。やりましょう絶対。ほんとピッツァマジで食べましょう。言い方何なんだ。ピッツァ、ピッツァじゃなくて、あとあのデパ地下とか。前回と一緒じゃん。 ね、みんな帰りて顔してさ、結局終わんだろ。あとフルーツも食べたいし。いいよ、やんなくて。食べましょうよ。いいって。やだよ本当に。何